皆さんこんにちは、タロット使いのイマンです。ご視聴くださり本当にどうもありがとうございます。今日は音信不通のお相手のあなたに対する現在の深層意識、中層意識、表層意識をカードに聞いてみようと思います。使用するタロットは、私がいつも占いをしておりますマルセイユタロット、そしてオラクルカードは今日はエンジェルス&アンセスターズカードのみを使っております。そして選択肢は3つご用意しております。天使のメッセージのカードを使いまして、3枚引いております。 A には優しさが出てまいりました。で、 B が成長です。そして C が可能性です。お好きなものをピンとくるものございましたらお選びくださいませ。 A の優しさを、お選びになった方からリーディングしてまいります。こちらのいろいろ出てくると思うんですけれども、すべてあなたに対してで引かせていただいております。深層ですね、中層、そして表層。こちらのマルセイユタロットはあなたに対するお気持ちとか、行動、これからの行動とか、そういうふうな感じで私の直感に従って読ませていただきます。それでは読んでまいります。深層は、あなたのこととかあなたとの状況とかそういうものすべてを探っておられます。もうこの絵の通りです。もう探っておられますね、深いところで。で、見極めています。で、その際にはこのお相手のエゴ、要は私利私欲のようなものとか、こう確証のない疑念のようなものとか、そういうものに惑わされないようにしておられます。で、ご自分が何かを意図するとそれが創造される、クリエイトされるっていうところを、深層ではちゃんと分かっておられて、現在は探っている状態です。見極めておられます。で、中間層なんですけれども、こちらは今のご自分にこうもたらされるインフォメーションとかインスピレーションっていうのは、これまでの経験から得た記憶だということが分かっておられるんですよね。で、ご自分との対話をいつもいつもしておられる状態です。これ中間層ですね、中層です。で、あなたとのメモリー、いろいろなこう思い出、そういうメモリーの振り返りをしてますね。それは、楽しかった思い出を懐かしむような、そんな思いもあるでしょうが、こんなことがあったとか、ああいうことがあった時にあなたはこういうことを言ったとか、そういうこと、そういうこと全部含めて、中層ではメモリーの振り返りをしておられますね。はい。で、表層です。これが一番ご自身にも分かっておられる、要は顕在意識なので、それはね、自分のこの感情には振り回されないぞと、散々振り回されてこられたんでしょうか、もうそう思っておられますね。ご自分の感情はこういろいろ揺れ動いたりするんでしょうけれども、それには振り回されないぞって思っておられますね。で、今避けようとしていることは、口論してこう言い争ったり、そういう争いのようなものはやめようとしてますね。これ本当に見たらわかるんですけども、ホワイトウィッチなんですよ、白魔女なんですけれども、綺麗でしょ、なんか本当に愛と光ですよ、もうそういう感じなので、あなたの経験も、あなたのこの生きる賢さのようなものも、ちゃんとリスペクトするよっていう、そういう姿勢です。とにかくもう、こう言い争いたくない、そんな感じが出てますね。で、このカードなんですけど、これはお相手の、男性であれ女性であれ、お相手の今の姿勢として私受け止めますけれども、これはね、消極的ですね。で、あなたのことを思うかかることが多いです。で、
なんていうかな、もう見ても分かると思うんですけども、この白い顔、これ冷静で白い顔なんですけども、なんていうかな、情熱的な熱さとか、こう物事を突き動かす力っていうのには欠けてますね。どちらかというと、こう熱い熱よりは冷たい感じで、まあ、言うと冷静なんですよね。そういう冷静さの、冷たさですね。そういう感じです、今は。はい、では A の方以上にしておきます。次 B の成長をお選びくださった方から開いてまいります。これあなたに対するお相手の、こちらが深層、そして中層で表層、そしてこちらの、マルセイユタロット、こちらはまあお相手の気持ちとか行動として私のインスピレーションによって読んでまいります。深層では今ね、観察しておられますね、深いところでは。これご自分では気づいておられないんですけども、観察してます。まあ、あなたとのことですからね。でね、性質、物事の本質のようなものとか、まあ、出来事の本質、それとか原因というものを見通してるんですよね。で、書き留めてるんです。これ書いてますよ、書き留めてるんですよね。本当に書いてるっていう意味じゃないですよ。心に書き留めているというか、そんな状態ですね。で、中層ではこちら秋なんですけれども、秋は木々の葉がこう紅葉した後で葉を落としますよね。果実の実をつけるような時期です。で、これはね、このお相手ご自分がこだわってきた何か重いもの、もうそういうね、いろんなものあると思うんですけど、ご自分がこだわってきた重いですよね。そういうものを、落とせるだけ落として軽くなろうとしておられる。要は解放の作業っていうか、そういうのをしてますよね。このカラスは癒しの象徴なんですよ。なので、重いものを解き放つことによって癒しを行っているような状態で、同時にこの方が抱えておられるあなたと何かの疑問っていうのが解き放される時が近いです。解き放されるじゃなかった、ごめんなさい、解き明かされる時が近いです。あなたとの何か疑問です。なんか持っておられた疑問が解き明かされる、そういうのが近い、そういう気がします。で、表層なんですけれども、とってもね、これご自身がもう自覚されている顕在意識なんですけども、バランスが取れてますね。で、あなたと支え合おうとしてるんですよ。で、時間もそうでしょ、あとね、お互いの才能とかエネルギーでしょ、で、あとは物質的なことでいうと金銭とか、そういうものをね、分かち合いたいと思ってるんですよ。で、その際にはとってもいいことを思っておられるんですよ。誠実さがなくてはいけないと思ってるんです。これね、商人のカードなので、商人ってね、誠実さがないと商売って成り立ちませんよね。なので、それもそうですし、その誠実さに基づき、何かをあなたからもらったお礼として与えるのではなくって、自ら先に与えたいって今思っておられますね。これご自分で気づいておられます。でね、このルマットの正位置、こちらなんですけど、これ私お相手の心の状態として見ますと、とっても純粋なんですよ。これ純愛のようです。で、それはね、例えばこの方がもう何言ってるんだと、今まで何人もの人と付き合ってきてるような人だぞとね、経験がそんな私のことが初めての相手でもないとか、そんな風な話ではないんです。例えば何人付き合ってこられようが、ね、例えば結婚しておられた方であろうが、ね、この方はね、純愛ですよ。邪心がなくてひたむきな方です。で、同時に自由で、今身軽ですよ。そんな感じですね。そんな感じです。
なのでこの辺 の深層中層表層を含めてご自分あなたご自身との思いとこう絡め合わせて感じで見られればよろしいかと思います。はい、それでは B の方以上にしておきます。次は C の可能性をお選びくださったから方開いてまいります。こちら、お相手のあなたに対する深層中層表層、そしてこちらは、私の直感に従って、お相手の気持ちとか、この先の行動とか何かパッとくるものを、お話しさせていただきます。深層これ太陽なんですよ。なので例えばですよ、このお相手が今はがっくりと落ち込んでるような状態であったとしましょう。表層意識がでもね、深層はこれものすごいエネルギー、太陽なんですからエネルギーと活力にもう満ち満ちています。すごいいい状態ですよ。暑さでしょ、そして暖かさ、明るさ、もうね万物を育む力のある太陽なので、この方のもう深いところではイエスみたいな、そういう声が響いておりますよ。とってもいい状態ですね。で中層行きますと古傷、これあなたとのことで見ているので、あなたとのことで負った古傷でしょうかね。あとね不足感、イコール不満足な感じ、あと何かあなたとのことで今まで低く見積もってきたご自分への価値観みたいなもの、ご自分の価値観を、低く見積もってるんですよこの方。そういうものを今中層で癒してます。で今までの何か無力感のようなものが、どちらかというと万能感の方に変わってるっていうか変化しているところですね。なのでこの深層の意識も手伝って、何かご自分でも漠然と何でもできるような、あこの思い実現できるとか手にできるとか、そういうふうに感じておられます。これもとてもいい状態ですね。で表層はでこうなると今度顕在意識なんですけれども、こちらはこの方が今行動を起こす前の情報集めをしているところなんですよね。で今このお相手はこのご自分の望みというものとご自分が必要としているものっていうのが分かれてないんですよ。ごちゃごちゃにごちゃ混ぜになっているので、この鉢からこうふーっとこう立ち上っている煙のような、そういう些細なこういう、サインをね判別するかのように、事実をこう事実集め、決断を下す前段階の事実集めをしているんですよね。例えばこのふわって立ち上ったこの煙、想像してみてくださいね。その煙がふっと描いたこう形とか匂いの変化とか色の変化とか、そういう些細なものをから一生懸命この事実を読み取ろうとしているような象徴の例えなんですけども、そんな状態ですよ。ご自分分かっておられてそれをしておられます。でこのこちら今のお相手の状態なんですけども、手品師の逆でこれね、決断なかなかしません。これ決断の前段階の事実集めをしているって今申し上げましたが、このカードが出ている時はまだ決断なかなかしませんよ。どちらかというとグズグズしてます。でこれってね、こうするともう本当に敏腕なもう営業のように、とっても口がうまくて人の心をグッとこう捉えるようなことができる人なんですけど、今これ逆位置で何を言っているかというと、うまく気持ちが伝えられない、これはあなたへの気持ちですよ、伝えられないと。でなんか悪く出てしまうと図らずもですよ、図らずも騙すようなことになってしまうかもとか、なんかね決断まだできてませんね。なのでもう少し時間がかかるかなとは思いますけども、何せこの深層にしても中層にしてももうとってもいい感じですよ。
なのでもう少しだけ待ってあげてくださいねって感じです。はい、それでは今日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださりまして本当にありがとうございました。皆様の愉快な時を応援しております。